朝一で取りたてのもの、新鮮なもの、全部地元で取れたものを使えるだけは本当に今幸せです。で、皆さんが美味しいって食べてくれる、それが一番嬉しいな。郷土料理っていうのはここへ来には食べれんっていうとこ、同じものをよそで作るよりもここの土地のものを土地の素材で昔からの食べ方、それには絶対勝てないと思う。高山の郷土料理はもったいないから生まれたものが数多くあります。コロ芋は小さくて捨てられていた芋を皮付きのまま甘辛く煮た煮っころがし、煮たくもじは酸っぱくなった漬物を煮て食べたものです。冬になると各家庭で漬物をつける文化は今でも残っており、寒さで凍ってしまった漬物を焼いて食べたのが漬物ステーキの始まりです。知恵やさ、やっぱり昔のままの使い方って今でも残っとるってことは大したもんじゃないですか。高山はブランド牛飛騨牛も育てており、特産品の一つです。柔らかく脂身が甘いのが特徴で、焼肉やすき焼きはもちろん、最近では手軽に味わえるものも増えていて、表面をさっと炙った飛騨牛の握り寿司や串焼きなどは人気があります。また自然に恵まれた飛騨ならではの野菜や果物も自慢の一品です。何食べても甘みがある。やっぱ高齢地です。朝は寒い、夜も寒い、日が昇るともう暑い。その朝っていうのをうまく野菜って取り寄せとるかな。果物もそう。清らかな水、良質な米から作られた地酒もこだわりの銘柄が揃っています。また醤油味のあっさりスープに縮れ麺が特徴的な高山ラーメンや飛騨そばも地元で愛され続けている味です。えごまなどの甘いタレをつけて焼いた五平餅や醤油味が香ばしいみたらし団子なども手軽に味わえる郷土食です。やっぱり昔からの食べ物を残していきたいし、おいしいなって言われると、ああやったかいがあるなって思う、そういう文化がずっと続いてくれたら嬉しいなと思って頑張ってやってます。